今度はまたちょっと一歩変わったギター両方ともカラーっていうあのウクレレのメーカーですね。そうなんね、うん、もう今は世界一じゃないかな、あのウクレレメーカー、うん、うちもいっぱい、うん、もう多分20本ぐらいあるんで、アメリカあの、まあ、よくあるパターンだけど、アメリカの会社でその企画をアメリカでいろいろ考えて、で中国で作ってる。ちょっとあの僕の後ろにそのアメリカ産 の, あのこういうちょっと高級なあのウクレレ、これめっちゃいいウクレレだけど、こういうのもあるんだけど、ほとんどは中国産で作ってる。しかもあのご存知と思うけど、あのウクレレベース、うん、ニューベースもいつも、はい、開発したのもこのカラーっていうところ、一番最初にで、すごい面白い会社で、ギター、あのウクレレはあのたくさん日本に入ってるけど、このギターは入ってなくて、僕が直接アメリカから仕入れたけど、なんか面白いなと思って、うん、これまたあの私の好みのマホガニートップここにね、何本もありますけど普通の店にも多分あまり置いてないと思うけど、あの好きで、これまたね、スインラインで、この、うん、で、マイクも入って絶妙なね、なんかバランス感というかね、うん、すごい、あの、ね、結構ね、幅があるよね、この、うん、だけど、薄いから持ちやすくて、で、薄いなのに、何もの温度も全然悪くないし、うん、あの、値段も安い、うんうん、さっきのもそうだけど、やっぱりエレアコだけど生音も全然いいというね、うんうん、生音はもう諦めたようなエレアコが多い中で、これは素晴らしいですね、うん、どうぞ、よかったら続けてください。なんか使いやすいかなと思って、うん、あのいろいろな音楽に合うし、持ちやすいし、音は明るいしね、うん、あのすごい使える、いわゆるいい音ですかね。結構ね、このマホガニートップは結構そういう、まあ、明るい、まあ、甘いけど明るい感じの、うんうんね、音がしますね、はい、うん、この辺でメリット、はい、このカラーはね、あの結構あの昔から中国で作って、うん、あのまあ、もちろん今の頃は中国 の, あの素晴らしい、ね、楽器もいっぱい作ってるから、まあ、いろいろあるピンキリだけど、このカラーが結構長いから、あの工場とかもすごいあの整えて、いいものを作ってる、うん、いいですね。マイクも入って、マイクも結構あの、うん、チューナーも入ったり、あの調整もたくさんできるような、うん、これ、ね、あの確かにシャドウでしょ、シャドウ社っていうあの、うん、ドイツのね、あの昔からピックアップが有名なところで、そうですね、はい、老舗ですね、うん、だから結構まあ使いやすいかなと思って、うん、多分電池もここから、そう、ね、電池もここで、ね、あのボタン電池ね、うん、はい、うん、今ね結構あの買えるんじゃないかなと思って、しかも安い、もう6万円台であのこれあの手に入ります。あ、分かった、これ全面グロスフィニッシュなので、はい、なんか音にやっぱツヤがあるとか、見た目と同じで、はい、うん、これでもピッキングによってすごい、何レーゼンドルファーじゃないけど優しく弾いたら、あ、本当だ、で強く弾くと、そうですね、ちゃんと明るい成分も出るというか、はい、そういう使い分けができるというか、うん、あの絶妙なギターだと思いますよ、はい、ほら、あの優しく弾くとすごい甘い音、うん、音が出ていいですね。これもまた全然違って、うん、これがあのパーラーギターっていう、ね、あのちっちゃいね、うん、あの、うん、なんていうかな、茶室で弾くやつかな、はいはいはい、アメリカの茶室、うん、アメリカ茶室ないけど、あの昔の家はね、あの玄関から入ったところでちょっと小さい部屋があって、そこで弾くようなギター、
をなんか古いものを再現してる感じ、うん、ちょっと弦が喋ってるけど、うん、あのこれはトップがシダ、あシダね、あシダとマハガニで、またこれもね結構安、これもこれ以上に安い、うん、で、あのなのにこの木のバインディングとか、はい、あのヘリングボーンが入ったりとか、結構ねあの細かいところいろいろやってる、このヘッドもねなかなかかっこいい、すごい手間かかってるよね、はい、そう、うん、よくできたり、よかった、はい、これまた全然音違うけど、はい、あの小さくて、あ結構音量ありますよ、小さい割りだよ、ね、ねえ、うん、思ったよりやな。これがなんと4万円台で本当にびっくりする。これはね楽器としてすごいクオリティが高いですよね、うん、さっき言った弦がちょっと錆びてるけど、弦も張り立ったらまた良くなるし、あとあの例えば昔のマーチンでよくあったあのコンポン弦とか、あのそういうのをあの張っても面白いかもしれない。ちょっとソフトな感じになるけど弾きやすいし、フォークな感じの、なんていうかな、僕のイメージなんだけど、うん、自然とコードがちょっとジャズっぽいコンポン、なちょっとある程度、そう、合うというか、なんか太いね、あの芯が太い、うん、そういう気分にさせる音色というかね、そんなイメージ、うん、やっぱ音が太いからそういう気分になるのかな、あ、ね、いや、これはないんだ、うん、今のところ、まあ、マイクも入れることはできるけど、あの、うん、このカラーはあの分かんないけど、あんまり多分置いてないと思う、日本に、ここの2本と、あともう1本、この間これあの売れましたって、すごいあの気に入ってくれた人がいて、あの他も同じように直接入れてるところあるかもしれないけど、そのカラーの代理店とかは向こうに預かってないから、今のところだから、あの早物勝ち。はい、皆さんいいと思います、このチャンスに、はい、これね、一弦がいいんだよな、すごいな、あの錆びてるなのに、でも関係全然関係ないね、この一弦の3フレットの音とか、あ、本当ね、すごいよく出るね、バッと出る、本当だね、もうここ G ばっかりだシダートップのね、あシダも そ, う関係あるね、それもやっぱ関係あるね、やっぱちょっと甘い、なんていうかな、あったかい音って、まあ、あのクラシックギターによく使うね、うん、シダートップ、だからちょっと変わった、あのあれでもあの
言えばね、あのいいギターに結構シーラートップが使ったり、あの高級のあのアコギでもね使ったりするから、ちょっとね安い割には結構高級な感じの安いのね、作りがね、うん、はい、いろんなプレイがね、あの、はい、可能性をなんかポテンシャルがあるというか、はい、僕はこの1弦の3フレットの音に、はい、でこれ持ってたら全部キーが G で、うん、はい、ありがとうございます、うん、いいですね、はい。